じゃあもうラストです。ラストは、はい、ラストも面白いです。はい、地球イコール頭蓋骨折の衝撃ということで、ねえ、衝撃ですけど、これ衝撃だよ、衝撃ですよ、衝撃でかつ感動だね。そう、これもまたびっくり、よく見つけた。まさに貴乃花が優勝してね、そこでこう優勝杯を渡した小泉首相の感動賞そのぐらいのちょっとちょいパッションだね、ちょい古めでパッションですね、パッションだいやこれはですね、はい、まあネタ元といいますか、ここの発端はフェイスブックです、うん、フェイスブックのですね、島田夏恵さんという方、はい、この方はまあ三重県にお住まいでね、まあなりわいは農業というか、農業、ね、やっぱ農業だよ、ほう、ね、こういうね菜園をやってるとやっぱこういう風なのが降りてくるんだよ、木村さんしかりね。そうですよ ね、そうだそうだ、大地に触れると。何でしたっけ、あの芸人さんのコンビもさ、うん、この間解散してね、一方は外国でねお住まいで、うんうんうん、一方は事務所を辞めて ね、うん、ね、武勇伝武勇伝とか言っててね今はねなんかこう畑を土いじりで充実した田舎ライフを送ってる、はいはい、送ってらっしゃったりするんです。そういうところにやっぱね降りてくるんですね、アイデアの神様。この島田さんのフェイスブック、まあご興味のある方はね検索してみるといいんですけど、島田夏恵さんという方、この方ね、まあちょっと不思議なこと、まあエッセイみたいな形でフェイスブックに記事を上げてたんですね、うん、でいわゆる世界地図、うん、世界地図は世界地図なんだけど、地形図、さらには言ってみればその地球を覆っているプレート、プレートありますね、地球っていうのは地球の表面っていうのは硬い岩盤に覆われている、うん、それは一枚ではなくてまるでサッカーボールのようにこう何枚かのプレートがこう、うんうん、このプレートというのはこの地殻と上部マントルの一部、硬い部分がこう一体になっているところプレートで、これが動くわけね、動くことによってこう例えばその歪みが起きて解消されると地震が起きるという、うん、プレート型の地震、まあ311の地震もこのプレート型の地震って言われますね。このプレートっていっぱいこうある、でそのプレートの地図をこう見たときに、あれどっかで見たことあるんだ、ほう、いわゆるデジャブった感じ、うんうん、あれなんだろうこの感覚で、あこれだこれだって出してきたのが頭蓋骨の絵。頭蓋骨っていうのはご存知の通り、これ一個の骨じゃないですよね、うん、いろんな骨ね、尾骨だとか側頭の骨とかこうね、ここら辺なんかね生まれたての赤ちゃんとこうつながってないでしょ、ね、なんか ね穴開いてるって言いますよね、あるけども、で いくつかのパーツから成り立ってるんだけども、その注目したのがあれこれプレートに似てるなと、うんうん、あこれだなんかこう、まあ、直感なんでしょうね、うん、あ似てるな、でやっぱりこうね日本人ですから、じゃあ日本は特に日本はねプレートたくさんこう境界あるわけね、うん、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、まあこれねユーラシアプレートアムールプレートとかいろいろあるけど、うん、世界で稀に見る、まあ、プレートのもう集合地帯というかね接合部分というか境界に位置してる、だから地震が多いとも言えるんだけども、うんうん、じゃあこの頭蓋骨の中でこういう風なところってどこかなって見たら、このこめかみの部分がそうらしいね、結構何枚かのその骨がこう接しているという、はい、あれでしかもその島田さんこういわゆる東洋医術というかね医学もまあお詳しくて、うんうん、ツボありますよね、経営学というツボ、このこめかみのツボ、うん、ツボですよね、ま、なんかあれここのツボって太陽って言うんだよね、太陽さん、あそういうこと、あら
日本？日本。日本は3？太陽？すごい。すごくね？みたいな。おーすごい。え？でこめかみって2つあるじゃない？うん。当たり前だけど。はい。じゃあこう地球でね、じゃあこう日本をこめかみとしてもう一つのこめかみ。ね、地球をこう丸く見て頭蓋骨に見立てて、うん、こうやってこっち側のこめかみがイスラエルな。うわこっちも3、イスラエル3なんですかね、ツボ。そうそう、へえー、太陽ほら、日本と日本人とユダヤ人ので太陽なんですね。どう、へえー、あと、ね、でそうする見立てるとね、こめかみ太陽、あの地球をね、うん、こう見立てた時に、はい、そのいわゆるインド洋を、ね、正面にこう、ね、頭蓋骨を見立てると、はい、インドアタリクってこうあるでしょ、インドアタリク、うん、インドアタリク三角形にこうあって、はい、でこの両脇にこうあるわけ、うんね、はい、日本と中東というかな、イスラエルにこうあるんだけども、でこのインド大陸の三角形の両脇、はい、インド洋のこの両脇をいわゆる眼窩、目ん玉の両方の眼窩、目玉が入ってるところに見立ててることができるわけね。そうすると鼻の部分っていうのがこうインド大陸なんでしょ。ここがインドで、インド大陸でここ眼窩がこう、はい、インド大陸なんでしょ、うん、でインド大陸のこの上にこうヒマラヤとかあるでしょ。ヒマラヤ、あ、ここら辺ね、このヒマラヤってエベレスト、チョモランマあるじゃん、うん、一番高い、一番高い、うん、地球上で一番高いところがヒマラヤ、ヒマラヤ山脈でしょ、はい、頭蓋骨で一番高いのがこの、この尾骨なんだよね。あ、そっか、これ軟骨だから、ここは軟骨だから、ここ、あ、これ、うん、ヒマラヤ、うん、まあね、やっぱ鼻、まあ、鼻のね、高い人、低い人、うん、まあよくね、西島秀俊さんと同じ花だって言われる花だけはね、似てるの花だけはですって花はね、マツケンにも近いけどね一番近いのは西島秀俊さん。マツケンってどっちのですか、俺の、おかしいだろどっち、おかしいだろマツケンこうじゃねえかよどっちかなマツケンはほら今日本沈没で、あ、そっちそっち、同じ青森出身だから、いや今、ま、そこっちも暑いですよ、まあ、ちなみにあのね西島秀俊さんはこの仮面ライダーブラックさんっていう、ね、おさんだよ、さんですねブラックさんといえば無民的にはね、おナチスのブラックさんかってねおおそこもあれだな、日本と、おいいですね、まあまあ、それはいいとして、うん、いいとして、一番高いのがヒマラヤなんだよ。でしかもここの、ここにあるこの第三の目、第三の壺、ここの壺なんて言うと思う、え、なんだろう、第三の目、このね漢字で書くとね、印にいわゆるその食堂の道、お堂の道、道もとつよせの道、うん、インド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 です。本当にこの壺の名前がそうな、誰考えたのその壺、すごいですね。インド、インド、インド、ここインド、インド、でここ、ここインドのここ、ここチベットだろ、チベット、こう、ね、ここチベット、チベット、チベット、このチベット、ここ、ここみんなチベット、ここね、ここチベットなんですね、これ出した方がいいって言うもんね、チベット、チベット、チベットに何あんの、チベットの、ね、あるところ、もしくはチベットの北の方にもあるとも言われるけども、その地下に何あんの、チベットの地下、ホタラ宮殿の地下にはどこに通じる、え、あ、地下って言ってんだから、地底だよ、地底、地底、ほら、あれよシャンバラよ、シャンバラ、世界シャンバラよ、シャンバラよ、おばちゃんかもうそのうちこう叩くんだよ、なんだっけ、ほら、あれよ、ほら、ほら、もう大阪の方にいたと、もうあれなんだっけ、そう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 、ほら、シャンバラよ、もうバンバン叩かれるよな、そうそう、そうや、そう、シャンバラ、シャンバラ、シャンバラでしょ、で、地球のね、チベットのその、ね、すごい、地下にはシャンバラがある、うん、
じゃあ頭蓋骨のここの地下に何があるの？内部に。ここにも消化体。そう。第三の目だよ。シャンバラ。すっごい。神の目だよ。すごいですね。っていうことは、はい。はい、はい、南極と北極のほらそういう風になるだべ穴ね穴これ頭蓋骨のこの頭頂部っていうのは白衛というあの、ね、壺があるでしょ下痢の壺ですよね生まれた時はここ開いてるからね開いてるねえそういうことじゃあ南極は何逆の方じゃんこっちの顎じゃん顎のここだって開いてんじゃんああまあここはね口からこうこれな北極南極そうそうそうこれすごいだろすっごいですねあとは何かあるかななんか重要ポイントまあ今回はねまあすごいこう、まあ、取っかかりというかこの島田さんの大発見ねすごい、まあ、これ科学的などうかは別にしてねまあこの神秘主義というかオカルト的にはねこれ非常にすごい発見でこれ今まで誰もいないんじゃないかなねえまあもちろんね誰かがこう思いつきでねあ似てるなと思った人はいるだろうけれども今回これねすごいねすごいですねバズってんだよだからこのバズりますねフェイスブックがインドのいきなり何百人からなんかねお友達申請うんしますよだって来たらしいよだって何かが降ってきた人ですもんそうあの都市伝説系 YouTuber がさ、はい、ネタ使わせてくれる でしょう ねもう枯渇してますからね いやこれはすごいこれはこれはねあの多分ねまだまだねそうですよ研究すればねだって出てくると思うんだよねだってだから地球が頭蓋骨ってことじゃないですかそうそうってことは背骨から下もあるってことですよねそうだよね指の先はどこと か, そういう発想かってことは宇宙が人体としてつながってるってことだから、ね、もうねそういう風な発想があってもいいんじゃないのだからこうねおっぱいはどことかなってことですねそうそうそうお尻はとかそういいそういう発想いいね、ねちょっとそれをちょっと島田さんにもう一回言ってください、まあ、だからこれが一つのね取っかかりっていうかねまあだからもうフェイスブックで公開したから多分 ねそれを見た人とかね、はい、ブーの読者の方たちも、うんまあ、いろんな研究というかねぜひしてもらいたいねこれすごい発見があるかも大発見ですねこの方どうしちゃったんでしょう ね地球がそうだったら火星はとかね金星はとかねそうそうそうじゃあ太陽はあれ全部頭蓋骨みたいな頭蓋骨あれ、まあ、怖い全部が頭蓋骨だったらまあ、頭蓋骨って、まあ、肉があるんだと顔なんだろうけどね、うん、全部顔だよほら考えてみたらさ日本人はさ何でもキャラクターするからさそうです、ね、あの地球に顔を描いちゃうじゃん、はい、目と鼻と口つけちゃうじゃん、うんうん、あれだよあれが正しいんだよアンパンマンみたいなもんだよアンパンマンあれだよアンパンマンもねほらだからきっとあるんだよ火星にもあると思うよ木星にもあると思うよいやー木星ちゃんみたいな形があるわけですねこれでなんか漫画できんじゃねえかアニメでさそうですねそうそう地球兄弟みたいな地球兄弟そうです宇宙兄弟地球兄弟いいんじゃない地球兄弟みたいな感じでねみんな骸骨みたいないいんじゃない黄金バトみたいなのは、うん、いいですね、うん、ちょっとアニメ化してほしいですねそうそうじゃあそれできっとダークマターとかも分かってくるんじゃないですかかもねはいかもねなのでねこれ非常にこう、はい、もう衝撃的まさに衝撃的なこう新説仮説でね、はい、いやぜひともこれはムーで取り上げなきゃいけないということで、うん、まあ島田さんに許可を得てですね記事にしてみました、はい、書いたのは、久野さんですね、うん、久野智和さんまあ、はい、サイエンスライターの川口さんですねなのでぜひねはい読んで皆さんもいろんな発想、はい、妄想をしてください、うん、ぜひ広げてみてください地図も載ってるので、はい、ぜひご覧ください それでは無限地からのお知らせですまず12月14日オカルト女子会第73夜放送します配信します、今回はゲストが
クリスマス今年最後なのでいらっしゃるのでぜひ楽しみにしていてください。生ハゲのお面。生ハゲはサンタだからね。サンタクロースはだって生ハゲだもんね。今年サンタさん来ないらしいんで、生ハゲが活躍するかもしれない。来ないらしい。コロナで。うん。飛んでくんじゃねえの。これいや、いろいろあって来れない。来れない。うん。出せ。なんで生ハゲの皆さん、頑張って。はい。で次。12月18日、開成塾アドバンス特別対談ボリューム2、高野常泉さんと本間修司さん、未知能力の開発実験、を追ったドキュメンタリー作品を数多く手掛けてきた元 TBS ビジョンエグゼクティブプロデューサーの本間さんをゲストにお迎えします。すごい話が聞けそうです。これはね、昔あの TBS でね、ギミアブレイクっていう、ね、巨泉さんがやってた番組があって、 あそこで超能力少年少女っていうのを発掘していろんな実験やったんだよね。その時の、まあ、当時ディレクターなのプロデューサーなの、それが本間さんですね。ちょっと楽しみですね。ぜひご参加ください。そして1月の8日来年ですね、月刊野生国を2月3月号の公開収録があります。無限獣でしかお話しできないこと満載の月刊野生国を、最新の野生先生の情報を知りたい方はぜひ、ご参加ください。そして1月の14日、秘密喫茶イルミナテ久々に開催ですね。月刊ムー9月号で盛り上がった精霊ももちゃんの真相が明らかになるそうです。OK だったの？ OK、 大丈夫？ OK らしいですよ。ももちゃんの OK が出た。ももちゃん来ます。数々のいたずらがなぜ起こっているのか、いつも横でそれを目の当たりにしている、シャクロー氏の秘書の赤荻さんがゲストとして登場してくださるということで、もしかしたら当日ももちゃんのいたずらが見れちゃうかもということで、声がねピューっていうかね、ぜひ聞いてほしいんだよね。ももちゃんって言って、ももちゃんってピューかわいい。じゃあ参加したら、もしかしたら赤荻さんが連れてきてくれてるかも、ね、もう本当にこう目の前にジャガーって出てくるからね、100円ショップのアクセサリーのね、ほんと優しい100円ショップで、うん、この間結構高価なものが出たらしいんだけどね。そうなんですか。まあその分ね、シャクロー氏の財布からお金がなくなるという、シャクロー氏が結構入れてたんでしょうね。じゃあぜひね、1月14日、はい、ご参加いただければと思います。はい、無限寺からのお知らせは以上です。